荒野切れ、第一種上大様とは、平安時代の三跡の書や古筆などの和洋書と、金書きの総称である。平安時代中期の古筆だけを指す場合もある。平安時代中期、三跡によって漢字が和洋化され、同時期に金も誕生した。この時期を、和洋書と金書きの完成期と呼ぶ。鎌倉時代以降、世尊寺流を中心に、 数多くの書流が形成されるが、その書流化により、和洋が形式化されてゆく。このように形式化された和洋と完成期の和洋を区別するため、校舎を特に上代様と呼び、和洋の古典として、後に復興を叫ぶの御書が現れる。平安時代中期の小野東風、藤原助政、藤原光勢の三人は三後と称され、貫禄のある遠隷な道風の書風に、 日本的な感覚と鋭敏さを加えたスケマの書風を皇帝が両者の長所をうまく活かし、かつ金星の取れた温和な書風として漢字の和洋化を完成させた。皇帝を初代とする世尊寺家の書風は後に世尊寺流と称され、日本の書流の始まりとなる。平安時代から鎌倉時代に書かれた金書きの名筆を特に古筆と言う。 古筆はもともと巻物や嬢であったが、それを切断して収蔵するようになり、それぞれを古筆切れと呼ぶようになった。本編み切れ、各時代に上大様を復古させる能書が現れた。ありがとうございます。